え先ほどのえ夫 ASD 疑いのモラハラの心身症のものです。娘が夫の潔癖症の異常性に気づき、夫を嫌うようになりましたと。えー、私は夫のモラハラが,えがなくなってきたので、様子を見ようと,考とも考えていますが、娘が早く別れよう、引っ越そう、めちゃくちゃ前向きです。娘の精神状態が不思議ですと。おさんは、その、離婚ができないと思っている。だけど、娘は、 もう早く別れちゃうと前向きになっていると。不思議だなということですね。うん。まあそうだね。不思議ですよね。だからそれが世代間の価値観が違うということだし、まあ人間の社会っていうのはこれだけ変わるってことですね。たかが一世代だけでこんなに変わるんですよね。 あの人そうなんだよね。一歩多彩性がいいとかではなくて、そういう話をしたいんじゃなくて、人間の性の形というか、集団の形って本当に変わるんですよね。だから、あのそ,そこの生存の環境とか、そのカルチャーによってすごく変わって、同じ生き物なのかと思うぐらい変わるんですよね。だから、そんな動物いないですよね。あの群れで ね、やってたと思ったら次次の世代からね一夫一妻制になるみたいなね <laughs> あのそんな動物っていないじゃないですかでも人間はそういう生き物なんですよね、うん、だからあの不思議と思うかもしれないですけど自分たちの常識っていうものがいかにその脆弱かっていうことがわかるというかね、うん、だと思いますねだから僕らが当たり前と思ってることとかこれが正しいとかこれが 美徳なんだと思ってることも。まあ世代が変わるとまあ、変わることも多いっていうかね。うん、不思議ですよね。なんか <laughs> 考えられないもんね。一夫多妻制が正義だなんてね。でも今の価値観だとそう思っちゃうけれど。でもまあねじ。時代と場所が変わればそうだった時もあったってことですよね。うんだからなていうのかな？ まあでも今はそういう時代ですよね。まあ早く別れた方がいい離婚して次の恋愛を始めようっていう時代に変わってきてると。まあ不思議ですね。うん